さあ左のコーナーキックです。全部触りけよお前ら。ふわっと上がって面白いタイムだ。セットプレーでした。実践学園追いつきました。ここが本職のセンターバックに入ります。この競り合いでしたが、これで痛めたんですね。キーパーのパンチングしたボールが、その手前ですね。その手前で15番の小熊による得点です。これですね、ゴールキーパーの前に入っていました途中出場の小熊。課題のセットプレー怖いな、マジでさ。あれ見てたけど、俺も思った。なんかさ、ボケっとしてなかった。タッカーさ、なんかこうやってたってたよ。なんかさ、あの瞬間だけさ、ゼロになってたよ。そう、なんかめっちゃ頑張ってた。なんかゼロになってた。そう、なんかあったんかなぐらい。失点シーン見てなかったよね。ピンって立ってた。そう、なんかセットだったらさ、こういうのなるじゃん。なんかこうみたいな。あ、やられたみたいな。カラコンスッカラコン。マジ棒立ちしてた。あれはちょっとびっくりした。来てたもんね。あれ、なんか、なんでこれ、ね、ごめんなさい。あれマジいろいろ事故ってたよ。あのこう来てた人おって、秋のり出て届かずこう言ってた。もう事故がもう重なりまくってたよ。もうね、肩外れるの早すぎる。マジでだから相当セットプレー練習してる。やってるやろ。でもキックうまかった。やっぱキーパー前にあそこ落とせるんだ。いや、あれ強い。密集嫌やな。みんな固まってた。わざと狙ってた。密集嫌やな。密集相当やり込んどる。密集だって事故るもん。まあ、だからとりあえずコーラにさせちゃダメだよ。そうです。マジで弱いから毎回怖いよね。怖い。やばい。あん時もまだ出てない。あれ知ってるやろ。あれマジタカがストーンおるかおらんけどだいぶ違う。あれもストーン誰やったの分かんない。誰やったっけ。俺はライン上に立つ。アイムっぽいやろ。あゆをまあまあ避けることあるから。ちょっとうわーって書いてないです。書いてもで、たかやさんもちょっと天然で何もしなかったし。あれちょっとたかやさん聞きたくない。たかやさんたかやさんこの瞬間あの時何してたの。何を考えてたのかね。寝てましたよね。寝てました。あれ寝てたよ。俺あの時何もわからんかったけど映像見て映像見てたかやさん何やってんの。でまあ秋の今まあ頑張ってバーンって出るべきだったし、まあいろいろありますよ、あのシーンは。あれもういろいろ、もうあれだいぶごちゃごちゃしてたよ。なぜか巻き引きは肩外れてるし、もう意味が分かんないです、あのシーンに関して。みんな戦いきれなかったな。でね、もうやっぱあれからちょっと、まあ、2試合目でもみんなしてもらって、タカ入ってもそんなね勢いよくなんかチーム変えられなかったし、エネルギー切れだった。エネルギー切れでしたね。試合やってたし、やっぱり